はい、こんにちは、新井です、先日ですね、出口さんという関西にお住まいの、ドラムの先生がいらっしゃるんですけども、彼の YouTube の企画で、リモートドラムシェドという企画がありまして、それにお誘いをいただいてですね、いただきました。で、どういう企画かというと、1個の楽曲に対して、4人でドラマー参加しまして、それぞれ割り当てられた部分でドラムソロを叩いたりとかする動画です、はい。で、なかなか面白かったんですけども、その中で僕が叩いた、10小節、最初の10小節のドラムソロですね、その部分を解説したいなと思って今日動画を撮っております、はい。全体の、動画については概要欄貼ってきますので、それでご覧ください。まずは、その10小節のドラムソロの部分、譜面付きで、ご覧ください。どうぞ。感じのドラムソロなんですけども、これをですね、2小節ごとに、分析解説していきたいなと思います、最初の、2小節は、楽曲上は、導入部分なので、リズムパターンみたいな感じで叩いてます。こんな感じです。またどうぞ。はい、カウベルを使ったパターンですね。なんかサンバみたいな感じになってます。手順は、パラディドルを使ったような感じになってまして、まずこれをそうですね、ハイハットで叩いて、で慣れたらそこをカウベルに、場所を変えて、でその後キックを加えると、そんなような感じで、練習するといいと思います、はい。慣れてきたら、ね、メトロノームに合わせて練習するといいかなと思います。はい、続いての2小節は、こんな感じです。はい、ここからドラムソロスタートって感じなんですけども、ドア玉に、7つ割りを使ってます、16分音符を7つのくくりで、フレーズを叩いてるっていうことになるんですけども、7つ割りのフレーズを2回繰り返してるんですね。で、その後違うフレーズをやるんですが、まあ、こう2回やるだけでも、まあ、練習段階においては繰り返し練習した方がいいんですね。なので、まずは手順を覚えて、で、
メトロノームを使って、延々とこの七つ割りを叩くというそういう練習をした方がいいと思います。で、16分音符の中で七つ割りを叩くと7小節やると元に戻ってきます。で、その元に戻ってくるっていうのを、メトロノームをちゃんと聞きながら、あるいは自分でカウントしながら把握する必要があります。はい、そういう練習をやった後でこういうフレーズを実際に使うというような感じでやるといいと思います。はい、ご覧ください。こんな感じで、何個割りとかいうフレーズが、この先も出てくるんですけれども、練習方法は基本的に同じです。次はですね、2小節目の方に、今度5つ割りが出てきます。で、コンビネーションの5つ割りで、それ自体は難しくないんですけれども、繰り返していくとやっぱり拍を見失いやすくなっちゃうんですね。なので、やっぱりメトロノームを使って繰り返しやる。5つ割りなので5小節やると元に戻ってきますから、まずその繰り返しを練習してみてから実際に使う、こういうことですね。はい、ではご覧ください。続いての2小節フレーズはこんな感じです。ご覧ください。はい、今度は手だけで、やってるフレーズになります。ちょっと長めの5つ割りですね。さっきのは、16分音符5つ割りだったんで、5つ割りで、16分音符5個分っていうことですね。だったんですけど、今度は、5つ割りなんですけれども、8分音符5個分の5つ割りなので、ちょっと長い感じになってます。はい、ゆったりした感じで5つ割りがこう展開されるということになりますね。はい、これも同じように、メトロノームで、5小節繰り返して元に戻るということをやってますので、ご覧ください。の2小節のフレーズは、こんな感じです。ちょっと難しいです。はい、今度は、16分音符を9つ割りしたものですね。はい、9つ割りなので、1つのフレーズの終わりが1拍目からスタートすると、3拍目の最初の音で終わると。で、2回目の9つ割りが、3拍目の2個目から、16分音符2個目から始まるという、なかなかねトリッキーなフレーズになります。はい、これもですね、同じようにやっぱりメトロノームを鳴らして、カウント感じながら、9小節できるようになるといいなと思います。はい、ではご覧ください。
難しかったですね。で、最後の2小節フレーズはこんな感じです。6連でわーっと叩いてるんですけども、これはね、まあ、見た目に反して実はそんなに難しくない、6連の、一拍半フレーズですね。何割かと言ったら6連の9つ割なんですけども、9つ割っていうとえってなるかもしれないんですけども、これは一拍半フレーズなんで、割と一般的な、感じですね。手順さえ覚えてもらえれば、あとは適当に叩き散らしてるだけですね。譜面をこれ取るときにですね、まあ、アドリブでわーって叩いちゃったものを取ったんで、結構どこのタム叩いてるんだって結構ね自分で取るの苦労しました。それぐらい決めてなくても叩けちゃうやつなので、そんなに難しくないと思います。では練習方法こんな感じなんで見てみてください。これで一応ドラムソロに使われているフレーズの説明が終わりました。まあ何個割とか何個割とかっていうそのフレーズとフレーズの合間にちょこっとしたこうつなぎのフレーズみたいのもあるんですけども、その辺は譜面見ていただいて、そんなに大した譜面というかフレーズじゃないので、確認してみてください。では最後にですね、もう一回その10小節のソロご覧ください。こんな感じでコンセプトを明確にして、ここではこんなことをやろうかなみたいな、そういうプロットを立てておくとドラムソロっていうのは結構叩きやすかったりします。まあ、何をやったらいいのかわからないっていう場合に参考になるかなと思いますので、ぜひ、勉強してみてください。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。